ヒロシのぼっちキャンプ。ああ、俺ここ来たことあるわ。ヒロシが思い出の伊豆へ一人ぼっちのキャンプに出かけます。ここはいいよね。完璧見えないよな、もう潮騒の森を照らす特別な焚き火、特別なお肉、抜群だね。これはうまいぞ。6月22日夜10時放送、お楽しみに。